おはようございます。社畜デザイナーのこてつです。今日は土曜日です。珍しく出かける予定が入っています。元同僚のデザイナーと昼飲みに行ってきます。数年間も過酷な環境で生き抜いてきた同志です。今は別々の会社ですが、以前は同じ職場で共に歯を食いしばりながら働いていました。では、行ってきます。久しぶりの小田急線です。休日は人だらけです。到着しました。下北沢です。一足早く着いたので下北を散策します。古着屋を何軒か巡ってみます。古着は全く興味はありませんが、古着屋さんは好きです。この臭い空間にいると落ち着きます。まるで自分の居場所かのようです。古着屋の臭さの原因は衣類の奥深くに染みついた皮脂、汗臭のようです。古着屋の香りを堪能した後にデザイナーと合流しました。下北は再開発が進んでいて、ファミリーに愛される街へと変貌を遂げています。僕の知っている下北沢とは別物となっています。昼食をいただきます。ネギトロ丼です。ツヤツヤに輝いています。ビールもいただきます。真っ昼間から美味しいご飯を食べてお酒も飲む。今日は非日常を楽しみます。積もる話をいろいろとします。話題は広告業界のデザイナーとして働く上での思いを語り合っています。広告業界のデザイナーはみんな仕事がとても好きです。元同僚のデザイナーも今もなかなかに激務です。先月の休みは0日だったようです。
激務の中でも体を壊さず働けているのは素晴らしいです。バイタリティの塊です。仕事は好きですが、仕事以外のことも充実させたいという欲求はもちろんあります。恋愛、結婚、自主制作などそうした時に仕事に忙殺されていて物理的に時間がない、多くのデザイナーがその問題に直面します。広告の仕事は規模も大きく楽しいです。しかし業務としてはいろんな人と連携を取って遂行することがメインなので、独自性はあまりなく誰でもできる業務とも言えます。その業務で人生が埋め尽くされるのは苦しくも思います。仕事とプライベートの両立、デザイナーはこのジレンマに苦しめられています。ケーキがとても美味しいです。クリームのしっとりさとスポンジのパサパサ感が絶妙です。3軒目にやってきました。レモンサワーをいただきます。ここでは結婚観についても話しています。土日も仕事をして、平日も深夜まで作業して、いつでもどこでも仕事の連絡が来る、これを理解してくれる人はなかなかいないです。広告業界の中では当たり前の働き方ですが、他の仕事をしている人からすると異常のようです。将来結婚して家庭を持ちたいなら、この仕事ではないんだろうなという結論に至ります。まだ仕事が残っているので早めに解散しました。仕事は楽しいけど、未来に対しての漠然とした不安があります。プライベートは投げ捨てて仕事にだけ没頭する生き方を選択する人もいます。しかしライフステージに乗った人生を送っていないと生きづらさも感じます。デザイン事務所には一般的なライフステージから外れたならず者が集っています。この世紀末な職場に毒され始めています。そう思いながら黙々と働きます。仕事も切り上げて晩ご飯を作ります。今の僕にできることは自炊をしてコツコツと貯蓄することのみです。いつか家庭を持った時にこの炊飯器料理を家族に振る舞う日が来るかもしれません。
忙しい日はよく沼を作ります。いただきます。見た目はあれですが、味は美味しいです。栄養価と美味しさと手軽さのバランスが取れた料理です。食後も少し仕事をします。今日は元同僚と飲むことができて、充実した一日を送ることができました。みんな忙しい中でも工夫して生き抜いています。僕もまだまだ修行の身ですが、プライベートと仕事の両立を目指して頑張ります。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。